ご縁の輪を広げて素敵な化学反応を起こそう。広げよう友達の輪。今日のゲストは須山さんです。須山さん、簡単に自己紹介していただいてよろしいですか？はい、はい。文京区本郷にあります、うん、発酵するカフェ工事中というカフェで働いております、うん、須山と申します。その発酵中のカフェ工事中、工事はあの工事ですよね。そうですね、はいはい。発酵するね、工事っていうのの工事で、中はあの中中っていう字ですね。そうですね、はい。これ何か意味があってやっぱりこんなお名前がついてらっしゃるんですよね。もともとその母体が、うん、あの設計事務所なんですけれども、うん、そちらがあの事務所ともう一つ、まあ、プロモーションというか地域にこう還元できる何かがないかということで、うん、あの半分を事務所にして、うん、半分をカフェにして作ったのが始まりで、最初はなんかその何をやるか決まってなかったらしいんですけど、うん、その調べていくとその本郷っていう町がもともと麹室があった江戸時代になったので、うん、発酵はどうみたいな感じで、うん、なったみたいですね。なるほど、発酵って今すごくこう体にいいとか優しいとか言われてるじゃないですか、うん、はい、発酵食品ね、うん、そんなことの意味も含まっていたりするんでしょうか？そうですね、その発酵ですね、うん、その、うんうん、まあ、なんかみんなが混ざり合って何か新しいものができるみたいな、そこもこう組み合わせてあるんだへえ、ね、まあ、いろんなものが組み合わせて、うん、でいい菌ができるってことですよね。そうですね、新しいものが生まれるというような。でその工事中の目の前にすごい大木があるじゃないですか、はい、そうですね、うんうんうん、あれはオークスノキって言ってあの観光地というか、うん、そのマップとかにも表示されている有名なクスノキですね。なんかすっごいパワーを感じますよね。そうですね、すごい大きくって、ね、あの高くて、うん、あの前を通る方々もお祈りして通られる方もですね、ついつい私も記念写真なんか撮ってしまいましたこの、まあ、サスティナブルスタジオは、はい、一応スタイリストが提案してるってことで、はい、いつもねファッションチェックなんていうのをしているんですよ、はい、でね、もう本当今日須山さんお会いしたばっかりで、で私あのこれもご縁でね、あの、まあ、美佐子さんといつもこのサスティナブルスタジオにも出てくださった美佐子さん、金井美佐子さんのご縁で佐世さんっていう方をご紹介していただいて、佐世さんはまだこのスタジオにはあのご出演されていないんですが、その佐世さんと今日須山さんとねお会いしたんです。で須山さんがとってもいい、これから5月の9日にいい取り組みをされるっていうことで、じゃあぜひ宣伝しに来ませんかなんて言って、もう突然だったのでもうファッションチェックとかねあれなんですが今日はまあどんな感じで、今日は、うん、今日雨だったんで、ね、雨なんですよ、ザーザー雨降りなんですよ。でもすごいおしゃれだなと思って、そのトレーナーにあの綺麗なねあのイヤリングされてるじゃないですか、ピアスかな、うん、まあなんかいつも知ってる格好なんで、雨の日に私こうマーチンが、うん、ドクターマーチンが好きで、ドクターマーチンね、雨の日はドクターマーチン の、うん、あのレインブーツを、それはね須山さんおしゃれですよやっぱりですか、うん、意識が雨が大嫌いなので、あこれだけあの気分を上げようと。そうですね、あそれはありますね、なんかそのお天気で、ね、雨が憂鬱だなと思ったら、じゃあご自分の中に何か好きなファッションアイテムを取り入れることで気分が上がるっていうね、それすごくねサスティナブルマインドです。本当ですか、はい、ありがとうございます。素敵、はい、それで、一応ねそのこの取り組みが素晴らしいなと思ってぜひあの宣伝しませんかなんて言わせていただいたんですが、オンラインリンクシェア上映会を佐竹監督と関係者の座談会鑑賞、はい、これ5月の9日10時から11時っていうことで、 Zoom での参加どなたでもって書いてあるんですが、うん、このコンセプトってどうして出来上がったんでしょうか？これはですね、去年、うん、あのコロナになって、はい、あのハコするカフェ工事中も、うん、あの1ヶ月、はい、4月ですね、はい、休業をせざるを得なくなった時があったんですけども、はい、その休業してまた
新しく始めるときに、うん、何かこれを無駄なものじゃなくて新しいことが何かできないかっていうのをちょっとオーナーとお話ししまして、うん、で、まあ、まずプラスチックのお弁当箱を、うん、そのエコなものに変えてみようかっていうところから始めたんですね、うん、でそこからまあいろんな取り組みをしてきたんですけども、うん、その中で出会ったドキュメンタリーだったんですね、うん、で内容はあの環境問題、特にあのマイクロプラスチック問題というのが世界的に、うん、あの深刻になっていると思うんですけれども、うん、それをニューヨークにある、うん、あの小学校の、うん、もう本当に一般の小学校の5年生の子たちが、うん、その問題を知って自分たちで実験をして海とか砂浜にどれぐらいマイクロプラスチックが混ざっているのかを目で見て、うん、本当に深刻な問題だっていうことで初めてニューヨーク市で、うん、あの発泡スチロール禁止までこぎつけるきっかけになった子どもたちの2年間持ったドキュメンタリーなんですね、うん、すごい、ぜひ見てみたいと思います。私5月の9日ね、工事中に行かせていただきます。ありがとうございます、はい。ドキュメンタリー最優秀賞とか審査員賞とかね、うん、観客賞とかね、うん、取られています。うちもそのきっかけになったのが、このサスティナブルファッションのきっかけになったのがマイクロプラスチックゴミ問題だったんですね。そうなんです、もう2050年にはこのままマイクロプラスチックが海に流れてしまったら、うん、海の生物は絶滅してしまうって言われてるんですよね、うん、で、お魚とか私たちもね普通に食べてますよ、うん、そのお魚も食べられなくなってしまうし、この地球環境をね、未来の子どもたちに向かって私たち大人はお借りしているので、でまず私たち大人もそれを認識して、そして楽しくなんかこう環境問題に着手したいなと思って、うちもその砂浜にですね、あのマイクロプラスチック、まあ、プラスチックでできた再生繊維の T シャツを展示して、うん、でサスティナブル活動っていうことで SDGs のことをお話ししたり、みんなにできることからスタートしましょうなんていうことをね、イベントをしたんですね、うん、なのでこのマイクロプラスチックストーリーっていう映画ももうぜひ見てみたいですし、その前に座談会の前に1週間オンラインで、はい、いつでもどこでも見れるようなリンクがありますので、うん、ぜひそちらでご覧いただいてから、はい、もしご参加いただけるようでしたら Zoom で座談会を見ていただければと思います、うん、オンラインリンクシェア期間は2021年5月1日土曜日から5月8日の土曜日、お好きな時間場所で鑑賞、どなたでも鑑賞できます。小学3年生までに習得する漢字を使用したお子様向けの字幕もあります。お申し込みはこちらのどうやって検索、まあ、こちらの説明欄の方にも載せておきますが、す、ね、検索で一番簡単に検索できる方法は、そうですね、うん、発行するカフェ工事中、まだちょっとまだ公開してないんですけども、はい、インスタグラムとフェイスブックではリンクシェアさせていただきますので、うん、そちらで検索していただけたら、はい、ぜひ皆さん、ね、Zoom でこんなこともあるのかなっていうのをまず知っていただきたいなと思います、うん、これをきっかけに、これは5月の9日本番で1日から8日まではオンラインリンクシェアを開催して、うん、これをもとに今後どんなふうなことをしていかれる予定なんでしょうか。そうですね、うんうん、この企画はカフェの名前はこう発行するカフェ工事中なんですけども、はい、工事中を作り上げている要素っていうのがすごくたくさんあって、うん、まあ、スタッフだとかもちろん、うん、まあ、その大元の設計事務所とか、うん、契約農家さんとか、うん、あと販売に関するお世話になっている方々とか、その方々がもう本当皆さんスペシャリストなので、うん、その方の少しずつの要素をみんなでシェアできていったら、うん、これはなんか学校みたいな感じじゃないかなっていうので、うん、学校するカフェ工事中っていう、うん、なんですかね、なんかチームというかを立ち上げたので、うん、なんかこの中で、まあ、環境問題、今回は環境問題なんですけども、うん、これからはもっとまあ、親子で参加できる何かイベントとか、うん、食に対する
料理教室とか。おお、楽しそう。あと、工事中の上で今、屋上ガーデンを作ってるんですけど、素敵。そうですね、うん、そういうちょっとグリーンに対することとかもやっていきたいなと思っています。あ、素敵ですね。なんか食と住っていうところですよね、きっと。ですね、うん、周りにあることから何か、なんか意識を変えていければなっていうのがちょっと目標にあります。建築関係のね、スペシャリストが住環境を良くして、うん、そしてそこに食を取り入れる、うん、ぜひ今ご一緒させていただいて、ね、衣食住 ですね、はい、やらせていただきたいなと思います、うん、はい、素敵な取り組みなので皆さんぜひぜひ、はい、ご参加ください。この工事中はどのくらいもう関わられているんですか？私ですか、はい、私はちょうど3年くらいですかね。最初は調理スタッフとして入って2年ぐらいやってたんですけど。ってことはお料理の方がスペシャリストなんですか？いや、全然スペシャリストで本当に素人で入ってちょっと勉強しながらっていう感じでやらせていただいてるんですけども、まあ、去年からその販売とか、はい、オンラインショットとか、レグの制作とかに関わらせていただいて、うん、ちょっとこれからはその学校するカフェ工事中っていうの根底にいろいろチャレンジできたらなと思っています。なるほど、素敵です。で、本来ね、宝物を持ってきていただくお宝拝見っていうコーナーがあるんですが、本当にね、今お会いしたばっかりなので私がお宝を見つけちゃったんですよ、その工事中で。じゃーん。さて、これは何でしょうじゃあちょっとこれの説明していただいてよろしいですか？はい、はい、これは捨てないネットっていう、食器洗いネットですね。でこれがもともとベトナム の漁網でできていて、すごく丈夫で、もう全く何をやっても切れないっていう丈夫なもので、で本当に洗剤をつけなくてもスポンジとたわしの間みたいな感じで、よっぽどの汚れじゃなければ全部取れるんですね。で、速乾性もあって、使った後にも絞ってここら辺にかけとくとすぐ乾いて、清潔感もあってすごく使いやすいネットです。すごい、もうね、これ見つけちゃったんですよ、私がお宝をね、見つけたっていう。しかも可愛いでしょ。で、これね、3色ありましたね、お色が。黒と、うん、そうですね、黒と赤とベージュですね、3色。ベージュはなんかね、限りがあって、もしかしたらなくなっちゃうかもしれないので。やっぱりベージュは、はい、染めてないっていうことなんですかね。そうですね。染色されてないのね。うん、ベージュもそう、本当素敵だったんですよ、うん。でもちょっと目立つかなと思って。可愛いですね。しかも私、還暦なんで、今年はちょっと赤に惹かれてるんです。はい。はい。こんな素敵なネット。これも工事中で、700円でした。ね、お値段も買いやすいお値段です。ということで、もう今日ね、本当にね、今お会いして来ていただいたっていう感じなんですが、お話上手です。すごく伝わりました。ね、皆さんぜひぜひ、そして私ね、今日ランチをいただいてきました。サラダランチ。他にね、3種類ぐらいあったんですけど、もうサラダのドレッシングが、人参のドレッシングですごく美味しい。しかもそこにチキンとかが入っているのでね、お腹も膨れたし、で、なんと、そう、で、なんといっても、お味噌汁がついてるんですよ。発酵食品ですよね。朝、本当にお味噌汁を飲むのって、すごく体にいいんですって。免疫力が上がるって言ってね。腸活、今流行りの。それにもなっています。発酵食品。おすすめです。本当、今日はありがとうございました。5月9日、皆さんぜひ、そして1日から8日まで、オンラインのリンクシェアも開催していますので、こちらの説明欄を見ていただければ、分かるようにしておきます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。